皆さん、こんにちは。春です。お世話になります。本日はですね、TOEIC テスト、特化の単語学習法についてちょっとお話をしようと思うんですけども、なんとですね、キンフレではありません。ということで、まあ私、キンフレ推しなんですよね。TOEIC の単語帳といえば、キンフレやってくださいと、今までよく言ってたんですけども、まあ、中にはですね、キンフレがいまいち合わないという方もいらっしゃるんですよね。理由としては大きく2つあって、まあ、1つはまずですね、そのキンフレの構成として、テストするときに日本語を見て英語を思い出す、テストするといったような形式になっているということで、まあ、TOEIC の本番とはちょっと逆の構成になっているという点が、まあ、なかなかやりづらいという方と、まあ、あとは線語を収録されているんですけど、まあ、線語じゃ心もとないという方もいらっしゃいます。線語すべて TOEIC に品質の単語であることは間違いないんですけども、やっぱり線語に絞るとまあ、ちょっとレベルがですね、人によっては高いと感じてしまうと。その中学レベルの単語だったりとかっていうのは、やっぱりこう省かれているので、まあ、キンフレだと最初の入り口としては少しレベルが高いと感じてしまう方がいらっしゃるということで、今回そのあたりの懸念をですね、すべて解消した単語帳というのをご紹介しつつ、まあ、その単語帳を使って、その単語帳の特性を生かして、どのように学習していけばいいのかっていうのを、もう具体的にですね、紙面、中身をお見せしながら、説明したいと思います。で、今回この出版社の方にですね、その中身一部、載せていいという特別な許可をいただいてますので、手元解説みたいな形で皆さんにご紹介できればなと思います。まずですね、どの単語帳かというのを先に言ってしまうと、こちらです。はい、ドン。はい、TOEIC テストに、出る順英単語ということで、まあ、こちらですね。こちらの単語帳のキンフレとは異なる点について、まあ、簡単に説明すると、まずテスト形式っていうのが英語を見て日本語を思い出すという、まあ、本番と同じ形式になってますというところと、さらに収録されている語彙の数というのが2500語弱ということで、かなりボリューミーなんですよね。つまりどういうことかというと、本当に中学レベルの基礎オブ基礎の単語帳からカバーしているということになります。基礎オブ基礎の単語帳からキンフレでいうところの900点以上レベルみたいな、すごい上級の単語までこの一冊でカバーすることができると、それぐらいボリューム感がある単語帳になっていて、 TOEIC 初学者の方も、なんなら中学の語彙も正直怪しいという方も、これ一冊手に取っていただければ、初めて受けるところから900点以上までこの一冊でカバーできるぐらいの単語帳、ボリューム感のある単語帳になっています。さらに単語の収録のされ方っていうのが、タイトルの通り出る順なので、品質順にまとめられているって感じですね。全部で5パートの構成なんですけども、パート1が最も品質な語彙といった形で、出る順に収録されているんですね。もちろん最後のパート、パート5だからといって出ないというわけではないです。まあ収録されている語彙っていうのは全て出るんですけども、とりわけ出るもの、さらに頻度が高いものからですね、順に収録されているといった構成になります。そしてさらにですね、これすごく単語の用例、例文がすごく充実してます。だいたい1語につき2、3文の用例が載っていて、多いものだと4文ぐらい載ってるというような感じで、まあ、1つの単語に対してそれがどのように使われるのか、用例に関してもすごく知識を深めることができると。で、さらにですね、すべての単語に対して、発音記号ついてますので、発音もしっかりと正しいものをこれ読むだけで読み取ることができるといった仕様になってます。というわけで今言ったような特徴を生かして、この単語帳から最大限吸収していただくためには、どのような勉強法をすればいいのかっていうのを、中身実際にお見せしながら手元解説をして、勉強法の方をですね、解説していきたいと思います。どうぞ。はい、というわけで実際にですね、やり方ちょっと解説していきたいんですけど、まず、最初に単語の発音を、発音記号をある程度意識しながら、3回音読してください。例えば、今回で言うと、プラウンですね、プラウン。この、後への間の中間みたいな音ですね。母音がそうなってると思います。プラウンって感じで。はい。まあ、ある程度でいいので、発音記号を見て意識しながら3回音読をしてください。そしたらですね、赤シートのテスト形式なので、これどういう意味だったかなっていうのを考えて、プラウンってどういう意味だったかなって考えると、計画するとか、あと名詞で、計画そのものですよね。で、見てみると、お、合ってるなと思ったら OK と。そしたら、その下に書いてある、用例を見て、でこれも2回音読してください。 Do you have plans for tomorrow? Do you have plans for tomorrow? はい。 I'm planning to move in early next month. I'm planning to move in early next month. まあこんな感じで、2回音読してください。そしたら次に行くって感じですね。はい。これも同じくですね。 Walk, walk ですね。はい。 Walk、この
大きく口を開けてあーっていうんじゃなくて、まあ、もうちょっとこう口をあまり開けずにこう曖昧なあーの音ですね。 work、はい、まあ、そこを意識して音読した上でまたテストすると、まあ、働くとかね、作品みたいな意味があるかなと思って見てみると、はい、合ってますねということで OK。 そしたら、同じくですね、下の例文を読むって感じですね。 What company do you work for? What company do you work for? 例えば先ほどのこのテストの段階で、間違えちゃったとするとね、意味が分からなかったってなったらすぐにもう回答見ちゃってください。で、見た上でこの左側にあるチェックボックス2つあると思うんですけど、ここにチェックを入れてください。で、その後の手順は一緒で、まあ、同様に下の例文を2回ずつ読んでもう次に進んじゃうといったような感じです。そうすると最終的に504語やると、まあ、パート1が終わります。パート1終わったらじゃあパート2次行くのかっていうと、そんなことなくて、パート1にまた戻る、最初に戻ってもう一回チェックをつけて分からなかったところだけ同じ手順でやっていきます。これデル順なので最初に計算されている単語の方がより重要なんですよね。なのでまずはチェックしているところだけでいいので、パート1に戻って同じような方法でやってテストして、正解したらチェック消していいので、パート1の中でチェックが消えるまでパート1を完璧にしてください。もし2回目も分からなければチェックそのままにしておいて、また最後まで行ってまた戻ってついてるチェックついてるとこだけやるって感じですね。で、全部消えたらパート2に対してまた同じようなことをやってると。で、全部だいたい500語区切りであるので、まあ、パート5まであって全2500語ってなってます。こんな感じで、まあ、品質度別に並んでると。で、だん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 後ろに行くほど、まあ、頻度も下がってくるし単語のレベルも上がっていくんですね。で、当然全部覚えるに越したことないんですけども、やっぱり得点を最短で上げたいんだったらこの最初の方、特にこのパート1ですね、ここを覚えるのに注力すべきなので、一つ一つ完璧にしていくということが一番大事ですね。例えば今言ったような方法でやると、1語あたり大体目安ですけど30秒ぐらいになります。1日例えば単語を30分ぐらい単語の学習に使えるんだとすると、まあ、1日50語ぐらいは先ほどの手順でこなせると思います。そしたらパート1の500語って10日で終わる計算になりますよね。1周しただけだと完璧にならないと思うので、じゃあ3周すると仮定すると1ヶ月でパート1が終わるとなりますね。そしたら例えばですけど1ヶ月後にテストが迫ってるということであれば、よし、じゃあテスト前までにパート1だけを完璧にしようといった形で自分でどこまでやるかっていう分量を調節できるということですね。例えば2ヶ月テストまでにあるんだったらパート1、パート2をやろうとかね。1ヶ月しかテストまでなかったとしても、まあ、1日1時間ぐらい単語学習に避けるんだったらじゃあ1、2やろうみたいな形で自分でですね調節することができると。例えば半年以上先にテストが控えてるとかっていう状況であればですね、この1、2、3、4、5と全部こなしてしまってもいいと思いますけども、まあ、直近に迫ってるという方はまずはこのパート1、次にパート2を優先的に取り組んでいただくのがいいと思います。というわけで見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。キンフレはキンフレで本当に素晴らしい単語帳で、 TOEIC のスコアを最短でね上げていくためにはものすごく効率的な単語帳なんですけども、これはどちらかというとさらにこうなんていうんですかね、基礎のところまでカバーしてて、なおかつその単語一つ一つに関してもこう深く要領まで知ることができると、そういった構成になっていると思いますので、まあ、そのあたり目的に合わせて使い分けいただけるんじゃないかなと思います。概要欄の方にですねリンク貼っておきますので、よろしければチェックしてみてください。